お土産買った。可愛くない？ああ、可愛い。明日の自由行動の計画立てない？いいよ。どうしたの？電話？出なくていいの？廊下で電話してきたら？そうする。修学旅行中なのご存知ですよね。すみません、どうしても確認したいことが。確認？先ほど増田に用事があって電話したんですよ。そしたら、実は今いちかちゃんたちの修学旅行のカメラマンとして沖縄にいるんだよね、とか言い出して。あいつのことだから冗談の可能性もあるので、いちかさんに確認しようと。いますよ増田さん。あんの野郎、羨ましすぎる。まあお仕事ですし。そうなんですが、くそ。それよりいかがですか修学旅行。楽しいですよ。今日は水族館に行きましたし、ジンベエザメが可愛かったです。ジンベエザメですか、見たことないな。あ、体調は崩されてませんか？もう心配しすぎですよ、お母さんじゃないんですから。俺ゆり子さんみたいですか？母を名前で呼ぶのやめてくれません？というか増田さんがいるかどうかの確認ならリオにしたらよかったじゃないですか。どうせ電話するならいちかさんがいいですよ。それに俺の予想ではいちかさんがそろそろ俺の声を聞きたくなってません。俺のことが恋しくなってませんのでご心配なく。すみません、冗談です。増田のことで電話したのも理由の一つですが、俺がいちかさんの声を聞きたくなったのが一番の理由です。リオもいて増田さんもいるのにリオさんがいないのはちょっと寂しいなって思ってますよ。本当ですか？ちょっとですよ、小さじ一杯ぐらい。ほんの少し。俺にとっては大海原くらい嬉しいです。広くて深いですね。